1週間にすればね。今何町ですか？寿司町。そうだ、久しぶりの外食で楽しみだね。うん、でも20巻までだよ。20巻で十分じゃない？あ、そう。いや、私15巻。いや、お前と半分こにしなきゃいけないから好きなネタじゃなくなるもん。じゃあいいよもう並んでんだよね。並んでるけど、まあ大丈夫だろうと。まだ車の中にいるけど、暑くない？暑いよ。ね。もう並ぶ？日向っぽいんだよね、でも。ああ、確かに日向かもしれない。あそこから曲がればまだ日陰なのかな。やっぱ縁側は外せないか。すごい量だね。うん、でかいの。アオサ？そうだ。美味しい？うん、バナナだわ。あ、そう。それバナナ。うん。あんまりバナナ好きじゃない。本当、俺バナナの方がいいと思った。このパイナップル楽しみ。この葉っぱがさ、やたらちっちゃいのがちょっと笑っちゃうよ。あ、いい匂いする。お化けパプリカ。でもこのパイナップルの横に置いたらお化けっぽいの分かんない。普通のピーマンと比べてみるか。こっち。Thank you.
危ない。バレたかい。なんかいい匂いする。あー、ささみかい？お、ぶっかけ。じゃあ消すか。パン一だから。あ、こらこら。ほらほら。
いいよ、再開してあ、そうか、自慢の模様替え見せて、うん、どうしてわざわざこの間まで素敵に収まってたのにその向きにしたの。収まってなかったでしょ。え、もういろいろ溢れてたでしょ。でも机の位置になして変えたの、前のが一番良かったのに。そんなことなかったよ。あ、そうか、うん、いや、気分の問題だ。それ前もっと何万円か入ってたのに1万円しか入らなくなっちゃった、ね、気づいたのな。それお母さんからお小遣いもらって、うん、で母の日に返したんでしょ、なんか買って、うん、あ、ほら扇風機ストーブ買ったよね。あー、お風呂場の、うん、そうだそうだ、あー、ダイソンのやつね、うん、そこにすだれあげるか、邪魔か、あげるかって思ってんの。私のね、壁にかかってんの。あ、邪魔だ、ジャラジャラ落としてうるさい、鬱陶しいと思う。これうん、あれいらない、いらない、うん。なんか薄いね、カレー粉みたいなのかかってるでしょ。薄い、食べた？食べたよ。塩かけるかい？うん。おお。毎日夕方になったら眠たいわ。うん。昨日も結構早く寝たし。うん、昨日ご飯食べないで寝たの。起きなかったよ、夜中。でも、4時前に起きた。うんうん。かわいいじゃん、リボン、うん、着たらいいでしょ。